伊藤です。うん、今回も参加させていただいてですね、改めて1年間深セン住んでたんですけども、さらに変化があったし、大体行ったことのあるところが多かったんですけど、それにしても行くたびに、なんかこんなのも出てきたぞみたいなのがあってですね、やっぱりその加速している世界を体感しました。で、今日お話しさせていただく資料は後で送ります。ちょっとまだ整理できてないところがあるんですけど、PDF で送ります。で、自己紹介すると、専門中国経済です。だから、経済学者です。エンジニアじゃないし、じゃない、メーカーでもないです。で、中国経済をやって、東大で教えてます。で、1年間ですね、休みじゃないんだけど、在外研究って制度を取って、どこ行こうって、ね、大体アメリカにみんな行くんですけど、よし、先陣に行こうということで、去年からいたという次第です。で、なんで今日こういうワークショップがになってるのかって結構大事だと思うんですけど、2000年頃、2010年でもそうだったと思うんですけど、僕はチャイナスタディーズなんですよ。中国経済研究で、中国を研究する人間でした。で、今もそうです。で、イノベーションとかスタートアップっていうコミュニティとか研究は、その頃のチャイナではほぼなかった。あるんだけど超薄いみたいな、いう状況でした。で、ところがですね、今日、高橋さんと僕が一緒の場所にいるっていうのはこういうことです。チャイナスタディーズを僕を追っかけていったら、シェンジェンが大事になった。で、そこにシェンジェンって超テックな街じゃん。イノベーションじゃん。メーカーじゃないかっていうところから、こっちから持ってきたのが高須さんです。だから、全くバックグラウンドが違うし、同じ会社に行っても見え方が違うんだけれども、多分、いろんな人で、いろんなバックグラウンドの人が一緒に解かないと解けないのがシェンジェンっていう現象だと思ってます。で、たまたま2つの軸ですけれども、多分他にもいろんな軸があり得て、めちゃめちゃ変化が激しいし、専門性も高い世界じゃないですか。昨日も、VR 360度カメラのなんかスティッチングの話と か, なんかレンズの周辺の方のズレってどうするのとかいう話とかって、多分僕が言っても絶対質問しないし、それやっぱり作ってる人と行かないと聞けない話だったんですよね。だからいろんなコミュニティ、いろんなバックグラウンドの人と行かなければ、むしろ解けないパズルがここにあると思ってます。だからなんか個人で経済学者です偉いでしょみたいな感じで来ても、全く解けないで帰ってくるみたいな現象が起きてると思ってます。だから僕もできる限りにおいてコミュニティに貢献したいし、コミュニティを通して集合地で先陣を解くみたいなパズルは、結構新しいアプローチで面白いと思ってます。で、最初はチャイナの話です。で、中国って、今日すげえポエムな話します。これをね、東京でやると相当ぶっ飛んでると思われるんだけど、中国ってもともとイノベーティブな国だったんですよ。来た四大発明とかやってたし、なんか1500年ぐらい前に一番なんか発明してましたみたいな国でした。だからここに出てるような技術って実際そうだし、それを生み出すような技術者がいました。で、そいつらを食わせる商人がいました。で、ちょっと関係あるのはこれ遣唐使の話もそうですよね。で、活版印刷のことを調べると、日本のどっかに最古の活版印刷の記録みたいなのって、それは当然チャイナからの遣唐使が持ってきた後の時代みたいな、そういう話です。で、ここちょっと難しいんですけど、ジョセフ・ニーダムっていう、科学者、化学の PhD 取ってケンブリッジの先生やってた人が、中国の技術史超ハマって30年ぐらい研究した結果がこの図なんですけど、横軸が時間です。だから、0年から2000年ぐらいまであって、縦軸がある技術、あるサイエンスの領域における発展度なんですよ。で、遡ると、この辺はあんまどうでもいいんですけど、チャイナがこの直線になると、で、中世ぐらいになると、ヨーロッパって実は全然行けてなくて、チャイナの方が進んでたみたいな話が、さっきの四大発明とつながってくる話です。で、ところが、ルネサンス以降ですね、彼によるとガリレオやばかったって、ガリレオ推しなんですけど、ガリレオによってヨーロッパはすごいですみたいな、面白い、すごい分かりやすくて面白い。で、一本一本の
あ、だからサイエンスの領域の違いなんですよ、うん、1本目があの数学とかで、2本目がフィジックスとか物理とかで、なんか3本目が、植物学とかなんですよ。だからヨーロッパがチャイナを超えてったよねみたいな話です。で、これって我々もよくはあの なんとなく世界史で知っている話なんですけども、チャイナも今はだんだん面白いのは、そのこの図が描かれたのって多分30年以上前なんだけど、ジョセフ・ニーダムはチャイナがやっぱ加速していくはずだよ、追っかけていくはずだみたいなのを書いてて、我々は2000年よりこっちにいるので今まさにどうなってるのかっていうのが、僕らが考えなきゃいけない問題になるわけです。で、ニーダムはニーダムクエスチョンって超有名な質問を挙げました。で、中国は中世には数々の発明をしていたのに、なんで抜かれたんだろう。で、この質問にはいくつかあって、一つの中身はなんで中世はチャイナの方がすごかったんだみたいな話も含まれてるし、なんで近世にチャイナがヨーロッパに抜かれたんだって2つか3つの疑問が入ってます。で、彼 の回答はなんか技術者とかいたんだけど官僚強すぎて技術が社会に波及しなかった。で、それに対してヨーロッパでは活版印刷とかコンパスとかによって大航海時代が来て世界を変えていったよねみたいな話がざっくりは書いてあります。で、2017年18年に我々はいると。で、去年、中国のメディアで登場した議論がこれです。新四大発明来たぞと、中国から、高速鉄道、e コマース、アリペイ、シェアサイクルを中国がこう差し出してて、外人がみんないいねいいねしてるみたいなあの話です。これは新華社通信のカツンなんだけど、他の3つはいいんだけど豪邸ちょっと言わせてもらっていいですか。ちゃんとそれをバイドゥしましょう。バイドゥをすると新四大発明があります。で、そうあって、ここにはやっぱ高速鉄道って書いてあるんだけど、この間中国政府 の習近平さんとかやって政府活動報告読むと、高速鉄道ネットワークって書いてあるんですよ。あ、だからこれだけ知りたくにはねえだろうみたいなそこも込みで彼らは一応考えてるっぽいです。で、まあ、これはほとんどギャグみたいな話なんだけども、真面目な話どうなんだろうっていうのは結構考えなきゃいけないと。で、実際皆さん全員で見て、自分の 目で見た全員に多分それを今の課題、チャイナどうなんだろう、ジャパンどうなんだろう、世界どうなんだろうみたいな話を考える義務、あるいは伝える義務があると思います。で、多少真面目にデータを出すと、これはあの世界各国の R&D 研究開発出額の推移で、まあ、右肩上がりのチャイナなんですよ。で、2015年についに EU28 カ国を超えました。だから、まあ、現状ですね、あのアメリカはまだ超えてないんだけど、ヨーロッパ全体よりすごい金額の研究開発してるっていうのはあの統計でバシッと出ます。で、これはお金ぶち込んでるって話なんですけど、まあ、よくあるそのユニコーン企業マップみたいなの見ても、まあ、全世界で200カ国あるうちで100ぐらいがアメリカで、実は57とか8とかがチャイナです。これ夏、去年の夏のデータなんですけど、アメリカには WeWork とか Uber とかいろいろあって、で、チャイナに Xiaomi があり、 DiDi があり、まあ、DJI みたいな会社がありますと。で、中国経済をのニュースとか見ると割と暗いニュースが多くて、特に日本の新聞なんですけど、で、それは嘘ではないんですよ。マクロの経済成長率がなんか、2桁から 6% になったって事実なんですよ。マクロの経済成長率の低下っていうのは大事、本当なんだけど、同時に、まあ、ご覧いただいた通りチャイナのニューエコノミーって、加速しているんですよ。で、この2つは矛盾なく起きている。矛盾しないんですよ。全体はスローダウンしても一部加速するってありえるじゃないですか。それをちゃんと分けて見ていかなきゃいけないというふうに思っています。で、我々がいるのはチャイナの中でもその南の深圳、香港のあたりなので、ここはもう散々見てきた通り、このハードウェアのですね、サプライチェーンがあって、それプラス香港があることによる開放性
まあ、この辺りに特徴があって、北方の北京には超有名な大学、北京大清華大みたいなのがあって、そこから毎年毎年人材が供給されるわけです。で、VC、もう中国最大の VC がめちゃくちゃ集中してて、多分世界で一番 VC が集中しているのは北京だと思います。うん、いう状況が生まれてる。で、上海とか杭甲州のあたりには、フィンテックとか、リバウンみたいな会社ありますから、こことはまた別のエコシステムができている。で、我々は深圳を通して、チャイナの全体のでかい、あるいはグローバルなエコシステムの一部が見えているというのが、おそらく現状だろうと思います。で、深圳の話なんですけど、まあ、ここはもう飛ばしますけど、ちょっと歴史を遡ります。もともと深圳の方は、香港に比べると超貧しかったので、60年代は香港に逃げる人がたくさんいたんですよ。中国語だとダータオが大量に香港に逃げるみたいな現象が起きました。で、60年代って本当数十万人が出入りていて、この本にぎっちり書かれてるんですけど、例えば文化大学部の時に、外に逃げた階級の敵を叩けみたいな、そういう晒し上げをしてます。で、で収入の格差もあったし、文化大学部の時に資本家をなんかいじめたりしたので、そういう人たちが香港に逃げたという時代がありました。で、改革開放の時代になって80年代以降、香港からあれ世界から日本も含めて直接投資工場ができて、日本だったらまさにこのビル、西閣は日立との合弁企業になってましたし、ハックスのビルが入ってたコアチャンはコアチャン産業、産業との合弁企業をやって、ブラウン管テレビとかを作ってました。で、そのあたりの話は香港、深圳博物館に行くと、3階に改革開放展示室っていうのがあって、どんなものを作ってたのかっていうのが載ってます。で、現状、深圳の中、深圳周りですね、周りも含めて、イケてる企業こんな感じで、まあ、ホワウェイとか ZTE とかいろいろあるのがあります。で、もちろんテンセントもあるし、フォックスとまさにシャープ買収した会社の、まあ、子会社ですけども、あります。で、大体、大きな会社あるんですけども、これと同じマップを上海で作るのって意外に難しいんですよ。ローカル系で、中国人が設立して世界で戦っている上海企業を挙げてくださいって結構難しい。中国詳しい人でも難しくて、いかに深圳周りで中国人が作った会社で世界で戦っている会社が多いかみたいなことを表していると思います。あとは、まあ、よく引用するデータではあるんですけど、深圳はその特許の数でもすごいです。左側のグラフは国際特許数に占めるチャイナが、まあ、右肩上がりになってて、2016年までになってるんですけど、2017年時点、昨年時点ではすでにチャイナはジャパンを抜いているというのがもう出てます。で、右側の棒グラフが2016年に中国から出願された 国際特許出願数を都市別で出すと、深圳が 46.6% っていう話になっています。で、さらに、すみません、ちょっと飛ばしますけども、これが深圳市の国際特許出願を地域別に、分割したもので、2016年、大体2万件、一番右上なんですけど、あって、そのうち1万件を南山区1区で出願してるんですよ。だから、散々昨日も一昨日も結構南山周りが多かったと思うんですけど、南山バオバンのあたり多かったと思うんですけども、まさにその南山区1区ですよね、中国全体の国際特許出願の4分の1占めるような状況になっています。ちょっと前後するんですが、当然海外からも注目を浴びていて、ワイヤーがシリコンバレーをハードやるという動画を上げています。で、まあ、興味ある方は見てください。で、ロビンも、エリック・パンも一昨日のね、ミートアップで、はい、めちゃめちゃキャラ濃かったね、すごいミートアップでした、本当に。中国政府ももちろん深圳市って大事だよねってことをやってて、一番分かりやすいのが一昨年 のイノベーションウィークの時は、左側李克強首相が主催した会議をやっていて、で、最前列に5人並んだと。で、左からテンセントの創業者ポニー・マー、アップルコンピューターのティム・クッ
ック、真ん中が DJI のフランクワン、それからアリババジャックマー、フォックスコンのテリー・ゴーっていう超キャラ濃いやつを最前列に並べてよしイノベーションやろうみたいなことをやっているのがここの街です。でこのうち、ティム・クックとジャック・マーはこの町に住んでないけど、ポニー・マー、フランク・ワン、テリー・ゴーは多分半分以上シェンジェンにいるはずです。で、DJI みたいな会社ってやっぱ注目を集めたし、それは大事ですと。創業10年で、世界で稀に見る製品を作り、世界シェア7割みたいな会社です。で、ドローンとかって多分このコミュニティだと結構通じやすいと思うんですけど、これは2016年の、ファントムの4のプロモーションビデオです。で、まあすごいイケてるんですよ、うん、なんか中国の会社が作るプロモーションビデオって大体ダサいんですけど、僕はこのぐらいの DJI のそのプロモを見て初めて、あ、チャイナからかっこいいプロモーションを行う会社が出てきたなと衝撃を受けました。で、これがファントム4なんですけど、ファントムの1の動画があります。3年半前、2012年のファントム1の動画。クソダサいじゃないですか。DJI でもこんなもんだったんですよ、3年半前は。で、だからいかにですね、この成長にの加速具合、クリエイティブも含めて、PR も含めてですね、良くなっているか、まさにシェンジェンスピードを表しているんじゃないかなと思います。で、クランクワンは僕は典型的な人っていうのは、ちょっと頭をぶち壊れている人だと思うんですけど、ある意味で深センという街のスピリットを表している人だと僕は思ってます。エリック・パンも多分そうなんだけど、例えばこのフランク・ワンが自分の会社のホームページに貼ってあるのがこの言葉で、卓越したものを追求するために無数の苦しく試作にふける深夜を過ごし、72時間連続で働く執着心が必要であり、また真相を大声で言う勇気が必要だっていうことを、DJI の公式ホームページの中国語版のページの DJI についてっていうページに書いてあるんですよ。これってやばい話じゃないですか。で、当然日本語ページとか、なんだ、英語のページに行くと書いてないですよ、そんなことは。中国語のページにのみこのなんか本当に本心を書いてて、で、DJI みたいな会社にいるエンジニアはこれを見ていくわけですよ。まあ、働き方改革とかって絶対大事だし、やらなきゃいけないんだけども、やっぱりその、深セン、ご覧いただいたと思うんですけど、やっぱその 目の色が違うエンジニアがたくさんいて、で、若くて優秀で未来を見てる若い起業家がいるみたいな、そのスピリットの部分はここに来ないと分かんないと思う。なのでこの、なんていうかね、こうちょっと頭いかれてる感じ のステートメントが大好きです。で、深センシステムはシェンジェンってすごいイノベーティブでしょってことで、なんかこう右側にあるようなホワウェイのメイトとか、なんか DJI とかインスタとか宣伝するんだけど、わずか数年前まで、あれ今でもいわゆるゲリラ携帯って言ってコピーみたいなものがありました。で、なんか左のブロックベリーって勝手に明らかにオバマさんの写真を作り、ブラックベリーもどきのくせに Windows OS で動くっていう謎の仕様だったり、右上はアイオレンジってアップのパクリだし、右下はノキアに見えるけど、よく見ると2文字目が C で、視力検査みたいになって、右側が開いてるよみたいな、そういうパクリものの街です。で、今でもあるんですよ、こういうのって探せば。で、なので、チェンジェンすごいすげえってこっちだけじゃなくて、多分昨日見たシティエイジンってロボホンのもどきをやってる人は、2、3年前行ったら完全にあっちの世界の人で、だけど今日、昨日見たら、ちょっとイケてるものを作ってたじゃないですか。だから、両方ありながら、せめぎ合ってるのがチェンジェンのすごいところだと。で、深センのハードウェアの部分については、すでにジェネシスの藤岡さんのところで、サプライチェーンの話、それからモジュール化されてるよって話をいただいたので、ちょっとそこは飛ばして、3つ目のクリエイティビティのところになるべく絞ったお話をします。
で、多少大事かなと思ってるのは、ここにはすごく大きなタブレット、それからスマホのバリューチェーン、真ん中なんですけど、あります。裾野が広いので、その裾野を使うとドローンも作れるし、AR、VR も IoT 機器も作れますっていうのが、全体としてなんか山脈型になってて、なのでこの山の上に世界からスタートアップが乗っかってよしプロトタイプあるんだけどこれをマスプロに入れようみたいな基盤になっていると考えられると思います。であとは、自動車とつながり始めてるんじゃないかなっていうのは個人的には感じてるところでどうなるか分かんないんですけど、自動車が IoT 化されるみたいなコネクテッドに日本語なんだか英語なんだかよくわかんない概念があるじゃないですか。であのバックミラーとか、ジャパンディスプレイが3年後にバックミラー作りますとか言ってるんですけど、いやもうありますからみたいな。そうそう、そういう状況です。なので、自動車が電子化されればされるほど、深圳とつながるんじゃねえかみたいな気はしてます。でクリエイティビティの話なんですけど、まあ、これも使い古してるデータですけども、人口構造がまずおかしいですと。まあ、新年の2010年の人口構造ですけども20代30代で、人口 63% 占めますみたいな。なので、まあ、あの街歩いてても、まあまあ、無視できる比率ですね。その老人っていうのは、まあ、そういうのその現状です。なのでここでみんな戦いに来てる、勝負しに来てる街です。で、大体イケてるハードウェアスタートアップの人たちは80年代以降生まれで理系のいい大学を出て、深圳でスタートアップっていうのは典型です。で、さらにこの下の世代が出てきてるっていうのは今回回られた方は分かったと思います。例えばインスタ360の JK は91年前かな、27歳で南京大学卒業とか、あのミートアップに来てたスウェーっていう会社の、 社長は、スイスでマスター取ってるんですよ。マイクロエレクトロニクスで、深圳にも工場建てました。だからこの下の世代はさらにハイプロファイルになってきたんじゃないかなと思います。で当然ハックスみたいな海外系のアクセラレーターもあるし、ローカル系、今回コワーキング、チラッと言ったあのハニーコンブみたいなところが入ってたスペースはローカル系のアクセラレーター機関がやってる、こう、うん、半分コワーキング半分アクセラレーターみたいな。ここの上もそうなんで、後で案内しようとは思っています。はい。で、まあ、ジンホンダもそうだと思うんですけど、結構このフィジカルなワークショップとあとデジタルなコミュニティっていうのがセットになってるのがすごい楽しくて、あの1年間とても楽しかったです。で左側は X ファクトリーでキックスターターのディレクターが来た時に開催されたイベントで、まあ、これだけ人が集まってどうやってキックスターターにいいプロジェクトをあげようみたいなことをやってます。で、それと、まあ、セットみたいな感じでいろんなコワーキングスペースにはあの当然 WeChat グループがあって、そこで意見交換するみたいな、この2つでですね、あのすごく、情報の加速、共有の加速がされてるんじゃないかなというのを感じてます。右って日本人いるんですか？あ、右はちなみにこれ東大卒業 OBOG デルタなんですけど、あの日本人僕だけだと思って東大の工学部で博士取ると何回も話してるあのクジャク政策で100万元200万元もらえるんですよ。みんな集まってきてて深圳に。で、彼らは日本人とビジネスをすにあんまならないってことを結構知ってるので、このグルチャには日本人は多分僕しかいないと思う。77人いるけど、そういう状況で そこをつなげていかなきゃなと思う。で彼らも日本には愛があるので、うん、いろいろできるんじゃないかなと思ってます。でだからこの77人のグルチャの中にクジャクが5、6人いるみたいな感じで、77人のうち30人ぐらいが 東大とか後大の工学部博士みたいな感じですね。で、やっぱり特徴としてはその最近目立つのは存在しないマーケットを切り開く力がやっぱ深圳あると。でここにある製品って全部なんだろう、切り開いてるじゃないですか。前例がないものをやってて、まあドローン自体もそうだし360度カメラのさらに一歩先っていうのがインスタ版だと思うし、であと右下あの水中ドローンとかも
ニーズあんのかなこれみたいな感じで、やってて、でなんかセスに出してみんな全部取ってんじゃないかな、ひょっとしたら全部セスの、あのイノベーションを取ってると思います。あ、ちょっとさっきのハックスのアナントがマーケットマーケットマーケットって言ってたんだけど、アナントの名刺見ると分かるけど、彼の本業はハックスのマーケットアナリストだからね。彼の話とこれは別に矛盾しなくて、彼が今あるマーケットどうでもいいとか言うと彼の仕事なくなるから。これもあのたくさん試行錯誤をやった結果生き残ってる先人のスタートアップがこれってなので、獅子類々の先にこれがあるってことだと思ってます。DJI 1社生き残ったがゆえに、多分チェンジェンの、ドローンスタートアップは50社ぐらい潰れてるし、なんかみんなジンバルとか逃げてるんですけど、そう、そういう状況です。で同時になんかおじさん世代も結構頑張ってて、あのなんていうか、あのおじさんって言うとあれなんだけど、シャンジャイモドキみたいなコピーをやってた人たちも一生懸命クリエイティビティを発揮しようとしてて、左側のあの飲み会にも来たのロビンもですね、あのいろんな今なんか AR を開発してるし、ロボモドキ、これリさんってあの創業者なんだけど、やばい、あのこんな感じの、なんか本当にエンジニアなんですよ、ただのエンジニアで下請けで頑張ってた人が、イシティイージーって自分のブランド立ち上げるみたいな状況。リさんっておいくつなんですか？どうだろう、40ぐらいじゃないかな。ロビンはあれだよね、エリカパンドの同い年で、実は若いんだよね。若い。1983年までなんだよ、この人ね。実は若いんで、ちょっとおじさんって言うとあれなんですけど、あの若干、なんか、オールドモデルをもう、ロビンは得意みたいな。深センの35はおじさんだね。俺もエリックパンと俺たちロートルだよなって言われて、お前俺の15個ぐらいしたんだけどと思いながら、そうなんですよ。で、実はこのドブ板と最先端の超ありえない融合をやってるのは、僕はホワウェイっていう会社だと思うんですよ。やばい。で、超ありえないですよね。ホワウェイっていう会社に3つの事業部門があって、コンシューマーとキャリアと B2B です。で、コンシューマーもご存知の通り、あのスマホやったり、スマホの、まあその中にあるチップも開発してます。で、ガチの R&D ですね。で、キャリアっていうのは、あの戦争しているところに行ってアンテナを立てるみたいなことをやってます。やばい、したことある、超やばい。あの女性のエンジニアに入社2年目に、じゃあちょっとアフリカ行ってきてと、気がついたら8年いました。で、何やってたのって聞いたら、あの時はよくソマリアにアンテナを立てに行ったわねみたいな話をしてます。サラリーマン金太郎の超やばい。一人じゃないんですよ、しかもそれが。で、なんか日本人からするとソマリアとかってもはや国ですらなくて、海賊がいるぞみたいなところに、彼らは一生懸命、むしろ率先していきます。で、こういうドブ板の営業が、B2B、B2G でスマートシティ、彼ら今一生懸命狙ってて、もう、まあ、かなりもう実績上がってると思うんですけど、あの出てきてます。だからそのアフリカの紛争地域でもう危ないところで電波塔立てるみたいな、ドブ板の営業と、なんかキリン開発してます、AI 込みのチップ開発してますみたいな、本丸の R&D 両方やれちゃってるのが、フォアウェイで、だからフォアウェイはやっぱ先人を体現してると思う、僕は。そういうふうに思っています。ちなみに OFO、OFO にも、彼らのチップが入ってます。はい、ナローバンド IoT 入ってます。で、正直ハードウェアのイノベーションって言ってもとっても複雑なので、分かったふりはやめましょうと。僕らも一生懸命勉強してる途中です。で、ただなんか2つぐらいの方向性で考えておくのはいいかなと思ってます。で、1つは宣伝型で先進国市場に向けて研究開発して、特許も取るし、難産にいるよねみたいな感じの雰囲気の人たち。もう一つはゲリラ型ってのもまだいて、途上国、新興国市場向けに、なんなら IP とか無視してやるよみたいな人たちもまだいる。で、どっちかっていうと、場所でいうとファーチャンベル的な雰囲気なんだけど、そういう人たちが今、南山のすごい綺麗なビルに入り始めてるので、あの空間的にはちょっと区分できないんだけど、ざっくり言うと2つありますと。で、このゲリラ型は見えにくいようにやり始めてるんじゃないかなっていう僕の印象で、別にあの絶滅してなくてすげえ儲かってるんだけど言わないみたいな。シティイージー、まさにファーチャンペイと南山のちょうど真ん中入ってるだからね、オフィスが3年後ぐらいに南山にね引っ越すんじゃないかな。しれっとしれっとしれっと、はい、ロビンもだって今あのサンジャイオロビンも南山にオフィスがあるし、そうですね、はい。まあ、あの整理するときにはこのぐらいのやり方でいいかもしれないと思ってます。で、最後が
製造をどう超えるかって話です。これです。これは去年のテッククランチエンジンで見た製品なんですけど、なんて書いてあるかっていうと、デザインドバイアイモア、アイモアって会社なんですけど、デザインドバイアイモア、インナンシャン、メイドインチャイナって書いてあります。でこれって、わかります？なんか、何かのオマージュって言ったらあれだけど、あれじゃないですか、iPhone の裏に書いてある、デザインドインカリフォルニア、メイドイン、アセンブルドインチャイナの、なんていうか、皮肉版。でもカリフォルジアなくて、じゃなくてナンシャンでデザインできるんじゃねみたいな、すごいちっちゃく書いてあるんだけど、すごいプライドを感じた書き方でした。で、明らかにナンシャンで研究開発し、ヘッドクォーターになってるのは昨日おととい感じていただいたと思うんですけど、でなんか僕はデザインドインナンシャン、メイドインエチオピアとか全然ありえるかなと思ってます。だからそういうふうな世界の動き方があり得ると思っておいた方がいいかなと。で、多分日本にいたらこういうことも見れないので、すごく勉強になりました。で、少なくともシェンジェンからこのぐらいのプロダクトが出てきてて、まあ、DJI のマビクトリー、インスタ1とか、ファーウェイ、メッテン、WeChat とかありますと。で、昨日言ったそのソフトウェアパークのエリアにはですね、まさにテンセントあり、で、あの辺りにもですね、いろんな研究開発型の拠点ができてくると思います。で、アップルもティム・クックが研究所を作るよってアナウンスしたし、エアバスもですね、多分ドローン系の研究になると思うんですけど、エアバスの研究所もできると。それから去年8月に孫正義さんが深圳に来た時に、アームのチャイナの拠点は深圳に作るよっていうアナウンスがありました。で、それが研究開発都市としての深圳。もう一つが、街を歩いていただくと分かるんですけど、新しい見たことないサービスがゴロゴロしてるじゃないですか。で、僕は社会実装先進都市みたいな言葉で呼んでます。社会実装がされるスピードも場所とかで業界で違うと。ここは早くねえかっていうことです。で、前提になってるのがもう人口構造であり、スマホ当たり前だし、銀行口座と紐づいてますみたいな前提があるからです。で、なんかまあこういうなんかよくわかんないいろんなサービスが出てきては消えていくみたいな実験を毎日やってるわけです。だから今回3日間見てる中で僕が初めて見たサービスもあったし、前あったのに消えたなみたいなサービスもあるし、両方あるのがすごいと思います。一番右をねやりたいの、これすごいです。アルディノとかね、ジャンプワイヤーとかもね、取っていくことに WeChat ペイメント決済するっていうね、そうオフィスグリコ金さんみたいな、そうオフィスグリコの電子部品版みたいな、あれはやりたい、ありえねえだろみたいな。そうなんですよ。コワーキングに置いてあったんですよ。ここにQR コード書いてあって、読んで払うみたいな。で、シェンジェンを見る意味いろいろあって、これ先週かな、僕北京行ったんですけど、北京ってエンジェル投資めちゃ でかいんですよ。で、2014年の時点では中国全体のエンジェル投資の 70% が北京でしたって言ってました。で、ただ減ってきてると。60%、50% になって、北京はやっぱり大事なんだけど、実はそのチャイナの中でのエンジェル投資が分散してきていて、当然その第二拠点が北京。北京の次がシェンジェンだったり、上海になってきてるという意味で、拠点、もう一つの拠点としてやっぱり宣伝は大事ですよ。あと驚いたのは、内陸にグイアンっていう超田舎があるんですよ、紀州。で、そこに行ったら深センの VC がアクセラレーションスペースを作ってて、なんか動き、なんか入るとめっちゃ宣伝っぽいじゃないですかこれ。で、なんかあれこれ深センっぽいなと思って話を聞いていったら、昨日行ったソフトウェアパークのこのビールに入ってるVC がさっき言ったグイアンって超田舎にアクセラレーションスペースを作って、やってました。だから沿海部の中国のエコシステムがなんか内陸にもだんだん来てるんじゃないか、内陸を使い始めてるなっていうふうに、思いました。
で最後このまたニーダムのクエスチョンに戻るわけですね。で我々2018年にいるのでどうなってるのかって考えなきゃいけないんですけど、僕は高須さんを、まあ、メーカースペースあのメーカー検討士だよねみたいな話をするわけです。これ昨日の写真ですけど、これさっきあの上であのメモ帳で、人に僕が作ったね。だから高須さんはシンガポールに行ってシンガポールから深圳に来たみたいな、あのだからあのこういう取り組みがやっぱり大事だなと思ってます。帰るか分かんないけどね東京に戻るか分かんない戻ってから検討士もいたみたい、はい、僕は最終的にはマレー半島で一生終えたいなと思っています。マレー半島大好き。で僕なりの深圳に対する考え方は、深圳は新興国×テックって超でっかい話の第一問深圳っていう感じだと思ってます。すごい大きなパズルの第一問が深圳で、ここからポストスマホも出てくるし社会実装も先進地域でもあると。で、アフリカだって何だろう、南アメリカだってこれからウェブの実装って多分あんまりかんあのどこで進むとかないと思うんですよ。あの藤岡さんとシリコンバレーに行ってシリコンバレーすげえ不便でなんか苦労したみたいな話あったんですけど、彼らが社会実装進んでるかっていうとそうでもないんじゃないかみたいな。でむしろアフリカとか中国みたいなところで進むっていうのはありえるんじゃないかなと思ってます。で、深圳が直面している課題についても少しだけ触れると、不動産価格高すぎ問題はみんな言います。で、なんだろう、南山で、さっきもシャオさんと調べてたけど、ワンルームプラスアルファみたいなのが4000円とかザラなんですよ。月7万円とか。いいところだとそうなります。であとは、海外の起業家とかエンジニアを本当にどれだけ呼べるのか。ファックスとか行くとすごいいるけど、ファックスは、彼らに対するビザの取得で結構苦労してるみたいな話もあるんですよ。ビザの取得って中国中央政府のマターだから意外に深圳の融通効かないみたいな、そういう話もあります。あとは最後、まあ、昨日も見ましたけど、まあ、これほとんど意味ない状況ですけど、党と一緒に起業しようみたいなスローガンがあって、まあ、なんか北京とかにいる日本人からが見ると、あ、ほら見ろ、中国政府がコントロールしてるんだみたいになるんですけど、まあ、そういう雰囲気じゃなかったのは昨日、一昨日と企業を見ていただいた通りだと思います。だからやっぱり活力があるんだけど、国があんまりこう深圳に対する縛りをきつくしない方がいいんじゃないかなというのは個人的に考えているところです。最後ですけども、やっぱりその、まあ、今のは僕の話なので、あの帰って以降ですね、まあ、いろんなメディアとかあのブログとかいろいろあると思うんで、ご自身の言い方、プロフェッショナリティがあると思うんで、そこでぜひ今回のことをあの伝えていただければなと。すいません、ちょっと長くなりました。以上です。ありがとうございます。